えますよね。はい、この人は今どんな様子？あ、一生懸命勉強してる。そうだね、一人でいろいろやってますよね。勉強か仕事かわからないけど、一人でいろいろやってて、今どうだと思う？この人は今大変忙しい。そうだよね、大変忙しい人が近くにいたら皆さんは何と言いますか？一人で大変そう、一人で忙しそう、何と言いますか？大きい声で。お手伝いしませんか？お手伝いしましょうか。そう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 、いいね。お手伝いしましょうかと言います。でも本当に忙しいかどうかわからないよね。今皆さんは見て忙しいと思います。でも忙しいかどうか、本当に忙しいかどうかわからない。ですから確認しましょう。はい、皆さんが今言いたいのはここを言いたいよね。お手伝いしましょうか。はい、そしてその前、皆さんは忙しいと思う、はい、本当に忙しいかどうか聞いて、それから皆さんの意見を言います。忙しいならお手伝いしましょうか。じゃあ次、この人見て、今この人はどんな様子？暇そうだよね。今皆さんは暇だと思います。でも本当に暇かどうかわからないよね。じゃあ、この人の部屋はどんな部屋？汚いよね。汚いですから、どうした方がいい？掃除した方がいいよね。掃除した方がいいですよ。でも忙しいかどうか、本当は忙しいかどうかわからない、暇かどうかもわからない。聞きましょう。今皆さんは暇だと思います。でも本当に暇かどうかわからない。ですから聞きましょう。暇なら掃除した方がいいですよ。そう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 。じゃあ次、この人今どうだと思いますか？そうね、ちょっと寝ないで働いていましたから、多分元気じゃない。そう、疲れてるんだよね。多分疲れていると思います。じゃあこの人どうしたらいいと思いますか？休んだ方がいいですね。疲れていると思います。でも本当に疲れているかどうか分かりません。休んだ方がいいと言いたいです。皆さんは疲れていると思います。本当に疲れていますか？聞いた方がいいです。そして休んだ方がいいですよと意見を言ってあげます。じゃあ皆さんで、せーの、疲れているなら休んだ方がいいです。そうそうそう、ここに「なる」が入る。今日皆さんが勉強するのは文法一つ目「なら」の使い方です。そうそう、皆さんが言いたいことは「なら」の後ろ、これを一番言いたいです。ここここここ、ならの前は皆さんが思うこと、自分が何かを見て〇〇だと思ったこと、それを確認しながら自分の意見を言います。本当に忙しいですか？確認しながら自分の意見を言う。ならの前はどんな形ですか？普通形。あ、そうそうそうです。普通形で覚えてください。ならの前はいろいろな使い方があるから普通形です。じゃあ普通
ときはだがいりません。暇だじゃなくて暇ならそのままつきます。名詞のときは彼だならじゃなくて彼なら。名付け容詞も暇だならじゃなくて暇なら。普通形は名詞はだ、名付け容詞はだ、でもならを使うときはだを言わない。じゃあ次、食べない、見たなら次、泳いだなら次、読むなら次、暇ではなかったならいいね。次、言いませんでした。動詞言わなかったなら次、歌なら次、散歩したなら次、待ったなら次、立たなかったなら知ったな